はい、バレンタイン企画第3弾ですね。Perfumeのチョコレートディスコ。今回はですね、このベースサウンドの解説を行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。デフォルト状態こんな形になっています。こういったものですね。今回はですね、このボイシングのユニゾンなんかを使わないで太くしてみたいんですけども、そういった時何をすればいいかって言いますと、サブベースというものを入れますね。大抵の場合でサブベースはこのサイン波を使用します。こちらですね。ポジションは左側に振り切る。そしてこの後なんですけども、フィルターとかエフェクトをかけていきたいんですけども、このサイン波には一切かけたくない、そういう時にどうすればいいかという説明をしたいと思います。ここにですね、ルーティングタブというものがありまして、クリックします。オシレーターが並んでます。今オシレーター2番なので、ここに B ってあります。何かって言いますと、バイパスでここのフィルターなんかを一切通さずにですね、いきなりマスターの方に持ってっちゃおうというものですね。実際これ送ったものはどこからなるのかというと、ここですね。バイパスの音量を上げることで重なってきます。これを少し入れておくとフィルターの影響を受けないです。使用できるといった形ですね。でこの時なんですけども、ボリュームが0になってたとしても送られます。でかつこのボリュームを上げることで、実際フィルターの方に流れていくものとバイパスのもの両方鳴ることになりますね。今回はですね、ちょっと少し混ぜてみようかなと思ってます。そしてですね、肝心のメインの方なんですけども、ちょっと鼻にかかったような音ですね。今回こういうのを使用してみようかなと。パルス、そう。このパルスというやつですね。パルスというものはスクエアの変形させたものなんですけども、スクエアの形がこう。この比率をですね、今50対50なんですけども、今右側出てきちゃってるんですけども、これが平らとお考えください。これ 20% とか。で、音を変えていくっていう仕組みになっています。その幅がこのパルスウィルスってやつですね。そしてマッシブ特有の2つの波形を混ぜられると。要はパルスと層を混ぜることができるんですね。これをちょっと利用してですね、層も少し混ぜておいて、パルスでその音色を調整します。このような形でしょうか。この後にフィルターを適用してみましょう。まず1番のフィルターに振り切ります。こんな形ですね。そしてフィルターなんですけども、通常通りローパスを通してみましょう。そしてフィルターの音をマックスにして、ベースのアタックに合わせてこの動きを変えてみようかなと思います。まず全開にしておいて、レゾナンスもこのあたり。そしてこれをですね、1番だったりとか余っているエンベロープで動かすと。このような形。ね、もちろん聞きながらやっていった方がいいと思うんですけども、今こんな感じにしておきましょうか。上がっていくんじゃなくて下がっていくっていうのが今回ポイントですね。音が変わりましたよね。あとどのぐらいの速さで変わるのか、そしてフィルターが戻ってしまわないように上げておきましょう。このような形ですね。そしてこの動きもうちょっと欲しいんで、ここですね、さっきのパルスとソーっていうところに動きをつけてみましょう。そうするとどうでしょうか。ちょっと鼻にかかったようなものが出てきましたよね。その次なんですけども、音量を見てみましょうか。音量がですね、ベースなんですぐ鳴ると。で、かつですね、アタック感強調したいということは、少しだけサスティンレベルを下げ目にして、ディケイも早めにする。ちょっとピッキングニュアンスなんかが出せますよね。そしてミディがですね、終わった時のこの3強、これを自然に。長すぎると。このような形となりますね。次にですね、ちょっと音を歪ませようかなと思いますんで、このエフェクトの中のこの下のあたりはですね、ほとんど歪ませるものになってるんですけども、今回サインシェーパーというものを使ってみましょう。ドライブってありまして、あとはどのぐらいかかるか。一旦これ、マックスでいってみましょうか。バキバキ感が出てくるわけですね。当然今かけすぎですので、まずちょっとドライブを弱めて、ドライブヘッドも少し弦を混ぜときましょう。そしてですね、もうちょっと低音と高音調整したいとき、もちろんダウ側で EQ でかけてもいいんですけども、こちらハイパスフィルター、ローパスフィルターついてますんで、これはですね、低音を削る。上げれば上げるほど、低音が削れますが、今一番効いてないと思いますっていうのはですね、インサート位置がどこにもついていません。今回はフィルター後ろですね。このような形でちょっと音を整えることができると。あ
あとは本当細かいところですよね。聞きながらもうちょっとこう中音が出てた方がいいかなとか。このあたりを探っていくといった形になりますね。前回作ったイントロを混ぜてみましょう。こんな感じでしょうか。ということで次回がですね、4回目で最終回になるんですけども、次はですね、曲の最後に出てくるリードのソロですね。今回はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。